こんばんは、4月20日午後4時になりました。今日の夕刊ですね、先ほど仕事から帰ってですね、慌てて新聞見ましたら3分ぐらいで見たんですけども、なんかね、日本列島なんか今日発達した低気圧と前線の影響で大荒れだというふうなありましたね。で、長野県内でもね、明日の朝にかけてなんか大雨の恐れということで、お互いに注意したいものでございます。それで今日朝起きた時はね、だいぶ生ぬるい風が吹いて、今日は20度近くいったんですかね。ということで、本日も生放送でお送りしております。ですね、今日のゲストなんですけども、長野市教育委員会の文化財課、町の文化施設等の管理事務所の学芸員の溝部泉さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。溝部さん、はい、早速、まあ綺麗な人なんでね、ちょっと緊張いや、もう自分ね、綺麗な人見るとね、もうすぐ緊張しちゃう落ち着いてね、はい、はい、ドキドキしてるんですが、落ち着かったですね、はい、落ち着いて、来ましたということでね、早速溝部さんにね、お話伺いたいと思うんですけども、なんでこんな難しい学芸員みたいな仕事をやったんです？子供の頃から日本史が大好きでして、それで古いものや建物に囲まれたお仕事をしたいと思って選びました。それじゃあ学校大学卒業してすぐに？そうですね、はい、大学で、はい、資格を取らせていただいてすぐに、はい、卒業ったら20ちょっとなのに、はい、そんな古いものが好きだったの？あ、そうですね、はい、変わってるって言われなかった？そうでもね、結構言われました。でしょうね、はい、20歳大学生で、ね、古いもの見たらけばね、はい、ちょっと変わってるって、はい、だけどもね、本当は変わってませんね、はい、はい、ということで、はい、こんな難しい、そんな古いもんやってて楽しいですか？はい、そうですね、楽しいですね、あの、はい、もともとちょっと江戸時代分野が違って、うん、ところを勉強してたので、うん、お客さんに最初聞かれても分かんないことが多かったんですけども、うん、読めなかった古文書が読めたりとか、今読めちゃう、あ、時々ですね読めたりすると、あと建物とか古いものを見て、あの、そういったところにいるんだなと思うと、あの、やっぱり楽しくてしょうがないですし、やめたいなと思ったことは全くないですね、うん、楽しいんだ、はい、大体ね、仕事ってね、はい、好きなこと楽しくやってて仕事になるなんて幸せですね、本当にね。そうですね、幸せだと思います。もういいやな、この話はな、そんな幸せな話聞いてもしょうねえしね、はい、はい、で、その松代文化施設と管理事務所っていう風なお話聞いたんですが、はい、宝物館ですよね。そうですね、宝物館には何人、宝物館じゃねえか、管理事務所か、はい、管理事務所のなんだ、管轄の職員というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、現在24人勤めております。あの、宝物館の中に24人の、いろんな施設に散らばっております。ああ、はい、あ、そうですか、はい、分かりました。で、いろんな施設というのはどんな施設があるんです？はい、真田邸とかですね、うん、はい、あと、こちらの松城城ですね。ああ、松城城ね、はい、あと、桜が綺麗ですね、はい、申し上げた真田宝物館、はい、うん、あと文部学校、これが真田宝物館ですね、はい、そうですね、あと横竹住宅などがあります。で、先ほど皆さんね、はい、真田宝物館にいらっしゃるわけなんだけども、そのどういう真田宝物館っていう口ばらねえな宝物館ってどんなところで、はい、どんなものが展示してあるんですか？はい、江戸時代までですね、うん、長野県の北部にありました松代藩のお殿様である真田家に伝来してきました、うん、真田家文書とか、あとお殿様の甲冑とか刀とか、うん、あと奥方の、調度品、着物とか、そういったものを、まあ、収蔵してまして、そういったものを展示したり保管する施設になっています。あ、はい、それが宝物館なんですね、はい、で、あそこでは常時展示しているものっていうものは、はい、あの、一年中っていうか、もうずっと、ってことねえな、ずっと展示しているん
同じものを展示してますか？年に4回展示会を行っているので、ちょうど季節ごとに変わっています。はい、それは全部入れ替わっちゃう。あそこ広いじゃないですか。1階から2階からこう、はい、第3、第4展示室、第4展示まで、第4展示室まで、はい、それも何4シーズンで全部変えちゃうんですか？はい、そうですね。ここは変えないでここだけ変えようとかってんじゃなくて、はい、全部大体は変えております。へー、はい、あそこ何全部変えちゃう？はい、模造品レプリカとかそのままなんですけども、それ以外は全部変えて、はい、資料を交代しています。そのレプリカっていうのもあるし、はい、本当の本物ってことねえな。本物もあるんだ。はい、あります。じゃあ江戸時代本当に使ったものと、それからレプリカ、はい、それは何これ出しちゃったら、はい、破損というか、はい、劣化するからしまっとくっていうことじゃなくて、はい、ないもともとあるんですけど、やはり古かったりすると劣化が怖いので、模造品同じものを作っていつでも見ていただけるようにしています。はい、そうなんですか。で現在は 何をやってるんだ、そう企画展は、はい、現在の企画展は現在はですね、あこれはそうですか、これはそのチラシのようなものなんですけども、あ、はい、武士の魂真田家の刀剣と刀装具ということで、真田家に伝来する刀や、こしらえといった展示品を展示する展示会を行っております。こしらえ、はい、こしらえ、はい、なんかこちら作ってるんですか？違いまして、刀をですね覆う、こう装飾品、こちらの絵にあるものですね、うん、こちらがすべてを、刀のこしらえと言います。はい、じゃあなんだっけな、手で持つところなんて、つかじゃなくて、なんて、つかですね、つかと、はい、つばだけ、つばですね、それからあの鞘、はい、鞘ですね、入れてこしらえっていうの、はい、はい、全部合わせてこしらえと言います。あ、なるほど。それであそこの歯の部分は歯っていうの、はい、そうですね、歯ですね、歯で、あ、それは歯で、はい、あ、じゃあ歯とこしらえと、あ、はい、そうなんですか。あ、中の方は刀身って言ったりもしますね。刀身ね、はい、あ、なるほど。まあ刀身はね、ちょっと刀身と北身になっちゃうからねそうです、はい、くだらねえこと言ってますね佐賀さんに笑われちゃってはい、でさっきね、武士の魂のところ出てきたんだけど、はい、武士の魂って、ね、はい、あれですかね、武士の魂って何ですかね、はい、武士の魂って、武士にとって刀っていうのはもともと身を守るための武器だったんですけども、うん、江戸時代になって平和な世の中になりますと、ね、刀っていうのはこう武家の象徴のようなものになってきまして、そこでやはり武士のシンボルイコール魂という形に成り変わってきました。はい。なるほど。ちょっとなんか凡人にはちょっとわからないけど、まあいや、ね、はい、はい、ということで、その具体的には、はい、どのような刀っていうか、その刀剣ですか、はい、そのだけに伝来してるんですか。はい、はい、国の重要文化財にもなっています、ね、青江の大太刀というものが今は展示しております。はい、あれ有名、全国的に有名じゃん、なことないか。あ、でも有名です。刀剣界では大変有名な刀です。ですよね、はい、私も知ってますよ、その名前は。そうですか。はい、いや、よかった、はい、それも今展示してる。あ、はい、今特別展示も行っています。はい、他にもなんかいろいろ。はい、他には、真田昌幸がですね、ね、豊臣秀吉から拝領した三原の刀というもの、うん、ちょうどこちらの写真に出ているものですね、が展示してあります。これですね、それがその刀の、はい、こしらえになるんですけども、展示してあります。はい、なるほど。歯なんだっけな、歯はない。あ、歯は中にあったんですね。ちょっと今日写真はこちらですね、すかね。その中の刀身はこちら、切っ先のみになりますけども、こちらが、はい、展示してある。今回は中身はちょっとお休みいただいて展示してはないです。こしらえ、さっき覚えましたね、はい、こしらえだけ、こしらえだけ、あ、ね、はい、今日一個勉強になりましたね、こしらえね、はい、外のところはこしらえと言いますね。こしらえです。はい、はい、分かりました。で、その見どころっていうのはどこになるんですか。はい、見どころはですね、ちょっと写真は今ないんですけども、松代藩の初代藩主が持っていた、真田信行の刀というのが一番見どころになっています。うん、はい、そうですか。はい、
それはどう誰かにもらったんですか。はい、お父さんの真田昌幸から受け継がれて代々当主が受け継いだ刀で、あの戦国武将が持っていたにふさわしい、うん、しっかりとした刀になっています。それも展示してあるんですよね。はい、現在展示してあります。それも結構有名な刀なんですか。はい、そうですね、あまり外には出てない刀なので知る人ぞ知るというような刀ですね。はい、そうですか。マニアの中ではじゃあ有名なんですか。そうですね、今ゲームとか、で話題になっている方なので。なるほど、すごいですね。はい、わかりました。来週なんか展示というかなんかあるらしいんですが、刀、はい、これは何、来週からなんかまた特別展やるんですか。はい、4月29日からですね、はい、一部展示会を行いまして、はい、今話題の真田幸村所要と伝わる刀を特別公開いたします。ちょうどいいですね、はい、来年真田版も始まるしね。はい、そうなんですか、やっぱりね、今真田版も来年始まるし、今なんだっけ、ね、ご会長か、はい、やってるんでも観光客も多いからちょうどいいんじゃないですかね。ちょうどいいですね。合わせたな。合わせました。あ、そうか、やっぱりな。はい、なるほど、考えてますね。はい、はい、ということで、はい、なんかワークショップもある。あ、はい、ワークショップもございます。同じ展示室内にありまして、当時の刀を模造した模造刀があります。当時のお侍さんのように長い刀と短い脇差しを2本腰に刺して、で両方合わせて 1.5 キロもあるんですけども、そのお侍さんの大変さを味わっていただくという体験になります。侍の大変さを味わったって、はい、かなりの重さなので 1.5 キロってば結構ね、はい、重たい。そうですね、その何、実際にこう、はい、本当の、はい、真田幸村が持ってた刀をこう刺してくれるの、はい、あ、それはちょっとできないので、ね、別の模造刀になります。はい、おもちゃみたいなやつ、軽いやつ、あ、おもちゃもしっかりある、刃がついてないだけで本物にそっくりなものを用意して、そっくりで重さもその通りで、はい、じゃあ気分的には結構本当に刀刺した気分になる。そうですね、皆さん酔いしれて帰っていかれます。酔いしれて、はい、私はお酒飲まれて酔わねえな。はいはい、はい、まあ私お酒の話したんだけども、はい、休館日、私の休館日じゃなくて宝物館かなんかの休館日はあるんですか。はい、毎週火曜日になっておりまして、そこの火曜日が祝日の場合は空いてるんですけども、はい、いや皆さんもね、はい、休み取らなきゃいけないからね。あ、火曜日でもですね、スタッフは勤務しています。あ、はい、そう、はい、なんかそう、お宝は休むけども、はい、皆様スタッフは休んでねんか。しっかり働いております。はい、すいません、それはお見せいたします。はい、あと先ほどね、いろいろ、はい、管理事務所で大変多くの施設を管理してるって話だったんですけども、はい、まあちょっとそこの他の宝物館以外の施設っていうのは、はい、どういうところが、ね、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか。はい、武家屋敷として全国的に有名なもので、横竹住宅というものもございます。はい、あれは県、国だっけ、国の文化財、そうですね、指定になっております。はい、文化ですよね。はい、それは何、横竹ってなんか、はい、見る見どころってのは何が見どころなんですか。そうですね、たくさんありまして、立派な長屋門とか、主屋とかですね。主屋って何ですか。主屋っていうのはいわゆる母屋のことです。母に屋根の屋って書いて母屋なんですけども、こちらでは、あ、そうですね、ちょっとかっこよく主屋と言っております。学園だからな。何、はい、文化財的には何主屋って言うんですか。あ、そうですね、正式には主屋と名前がついております。はい、じゃあ皆さん話すときには主屋って言うんですね。そうですね、でも、はい、一般の人にはやっぱり主屋って言ったら分からないですね。はい、母屋って母屋で、はい、ね、はい、今日はちょっとかっこつけて主屋って言ってみました。はい、そうですね。はい、で、その、まあ、主屋っていうか母屋と、はい、あとなんかいろいろあるんですか。そうですね、あと隠居屋とか畑、あと土蔵といった一通り残っているので、全国的にも有名な施設になります。はい、じゃあもうそういうほとんど
完全に残っているという、はい、そうですね、ほぼ完全の形で残っております。はい、そういうところ見どころあるんですよね。ありますね。はい、そうですか、はい、あと他にはどこでしたっけ、文部学校。はい、文部学校もなんか先日工事してたけれども、はい、現在は一時終わりまして、うん、文学書という一番広い建物がご覧いただけるような状態になってます。はいはい、文学書なんか去年かなんか工事してたけれども、はい、ようやく終わりまして綺麗な状態でご覧いただけます。はい、じゃあちょうど今、はい、ご会長だし、はい、今チャンス、今チャンスですね。はい、工事はしてない今は。あ、はい、ですが6月からはまた別の場所が工事に入ってしまうので、じゃ あと1ヶ月ちょっと、はい、1ヶ月ちょっとでまた工事入っちゃう、はい、入っちゃうので全部工事してない、はい、じゃあチャンス、皆さん今チャンスだそうです。はい、はい、わ、はい、かりました。あとはまあいろいろサナタイトとかねあるんですかね、はい、すいません、なんかね時間もね終わってきてしまって申し訳ないですね。はい、あとはまあ松代にね、はい、関してなんか皆さんになんかお話があるみたいなんですけど、なんか、はい、どうですか、なんかこう皆さんに一言。はい、ね、そうですね、松代は全国に類を見ない古いお寺とか町屋とか建物が大変そのままいい状態に残っているところなので、うん、貴重な城下町だと思います。うん、真田宝物館でも、うん、そういう松代はこういういいところなんだっていうことが分かる展示を務めていきたいと思いますので、うん、はい、まずは地元の人にたくさんおいでいただいて、うん、はい、で松代はこんな素晴らしいところってことを、うん、見ていただいて、うん、それをまた外の方に発信して、うん、我々がみんなで言うと、はい、ね、思います。はい、さすがを、ね、文化財科の学園だ、ね、はい、分かりました。はい、ということで、ね、もう時間もだいぶ過ぎてしまったんですけども、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は良かったですよ、綺麗な方で、良かったね、良かったです。休館日もあったしね、休館日もあるってね。そうですね、宮坂さん、ダメだね。はい、わ、はい、かりました。うん、ということで、はい、お知らせを。ね、こういうもの、今ちょうど話したところ、うん、ね、松代、三作のやつなんですけどね、うん、ちょっとね、真田丸に関係してる、こういうのを作ったの、ね、4月1日から三田さん作ったのという形でと思うでしょう、うん、おっとどっこいでね、ちょっと違うんでね、はい、これはね、観光コンベンションビューロってところで ね、やっておりましてね、はい、で一応こういう形なんですけれども、うん、この中見るとこういう形です。はい、はい、ね、六文銭旅歩きチケットっていうのと、あとは街歩きご飯、この中でね、皆さんこう日本マンさんとかも出てるんだな、うん、ありますね、はい、大丈夫です。はい、2番目があるそうです。はい、ぜひ、ね、おいてください。それともう一つ、ね、はい、こういう形また始まりました、テクテク街歩きガイドっていうの で、ね、いいですね、はい、こういう形でまた、始末から始まっています。今日もねちょっとやったんですけどね、はい、こういう形で、新州松代城下歴史散歩っていう形でね今やりました。今日20日、はい、ね、一生懸命やっております。はい、あとはねいろいろとありますので、うん、これを、ね、ぜひ参考に、はい、参加していただければなというふうに思います。はい、よろしくお願いします、はい、どうぞ参加してください。ということで来週の予定ですね、はい、来週です。これ吉田松陰と佐久間象山というのパート3、あ、パート3だ、ね、西田さんにちょっとやってもらう、あの神さんと、いや、ちょっと勉強になるじゃないですかね、あんまり難しくしないようにっていうお話で、我々素人も分かっていいですよ、うん、でまたそういった形で、来週はやっていただくっていう話になりました。はい、はい、そういうことです。あ、そういうことね、はい、わ、はい、かりました。はい、わかりました。それはもうね、はい、お楽しみに、はい、わ、はい、かりました、はい、そういうことはそうです。はい、はい、それではぜひぜひ来週のおしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。